最初ね、このダークリバーのレコーディングするときに、やっぱり、ボーカリストって結構シビアなところあって、うん、自分の声を活かすマイクとか、うんうん、あとそのコンプとかのそのバランスもそうなんだけども、うん、今回その工藤さんとやったときに、めちゃくちゃ一発目のその仮歌を歌った瞬間の、そのコンプレッサーの使い方がめちゃくちゃ上手くて、もうついつい言っちゃったもんね、うん、工藤さん、初めてやったけども、俺の声 120% 活かしてるね。上からすいません。いやーすごかった。あんだけピンときたのはなかったね今まで。まあだからね、うん、俺たちずっと佐久間雅秀さんプロデュースでやってて あんまり外の世界を知らなかったっていうのもあるから、うん、俺たちの知らないとこにたくさんのすごい才能はまだまだ転がってるっていうか ねそういったことも再確認できたよね。ダークリバーの時もね、初めて、まあ、二郎がこう、カメラさんでやって、やっぱ緊張したと思うんだけど、ベーシストとしてね。やだよ、そりゃ。ね、だって、佐久間さんとさ、長いことやって、うん、デビュー当時からでしょ、佐久間さんは。うん、で、佐久間さんが一から教えてもらって、うん、佐久間正秀の生徒としてさ、うん、ここ最近だと本当に何も言われないぐらい、うん、佐久間さんの思ってるグレンの中のベーシストとしてさ、うんうん、きっちり仕事ができてたなと思ったから、まあ、そういうプライドもあるしさ、やんや言われたくないっていうのもあったんだけど、まあね、亀田さんと会って、うん、自分には持ってない引き出し、うん、あと亀田さんの人柄、うん、この人からまた何か吸収したいなっていう気持ちを持てた、やっぱり人格者だったからさ、そうね、うん、そこでの信頼関係は大きいよね、うん、だからなんかダークリバイやって、うん、最初に亀田さんがデモテープで作ってきたベースラインがあったんだけど、うん、それはあえて聞かずに自分でアレンジしてみて、で出来上がったと思った時に亀田さんの聞いたら、うん、全然亀田さんのやつの方がいいやと思って、で弾いてて楽しいしかもっていうとこで、いやこれはもう亀田さんに俺はまた一から学びたいなと思ったんでね、うんうん、そう最近まあいろいろとね、まあラジオのとか、あと雑誌のね取材の中で印象的だったのが、その佐久間さんがその音楽のボトムを抑える、うん、そして多少聞こえなくてもなんとなくその重低音があってそうね、うん、っていう方向性だよねっていう話をして、でも亀田さんはやっぱり技術的なものをちょっと目立ってもそのラインもそうだけども、うん、新たな方向性を見出してくれたっていうのをね、うん、聞いて、まあそこでね、やっぱりあのベースが派手に なれば、うん、あのその代わりギターはちゃんと抑えようというアレンジ構成をするからいいと思うんだけど、あ、ね、あバランスね、そうだね、うん、だからここのベースはそんなに目立たなくてもいいから役割はギターっていう指示をちゃんと出してくれるんだけど、佐久間さんの時は割とみんな本当に好きなようにやってください、うん、あとは、こっちで、あの、最終調整、キーボード入れたり、うん、あと、ミックスでギターの音調整下げたりとか、うん、そういったやり方で、割と自由にやらせてくれる感じだったから、うん、プロデューサーとしてもね、本当にいろんな方がいるんだな、っていうのを、ね、もう発見だったね。トータルバランスがやっぱりいいよね。そうだね。さんのね、うん。やっぱりこう、普通だったらギタリストがこうね、まあ2時間、3時間弾いて、出来上がったギターを、そのままその使おう、っていう考えではあるんだけども、うん、でも亀田さんってそれがレコーディング施設がトータル的にやっぱり必要ないねっていう時に、うん、お前久志くんこれやっぱり必要ないわって言って、うん、トータル的なものをちゃんとこう考えてくれるっていうところではすごいなと思いました、